ジェノベーゼソースですね。それのバジルを湯がいていきます。せっかくなんで彩りを重視して、まあ別に風味も飛びすぎるわけではないんで湯がいてやろうと思います。で、バジリコ 50g なんですけど、逆に湯がきすぎると色が悪くなっちゃうんで、湯通し、そんなレベルです、ね、これぐらいですぐに氷水に落とします。このまま中温でほっとくと色悪くなっちゃうんで色止めしちゃいます。この後あんまりつけっぱなしだと水っぽくなっちゃうんで、もう色止めして触って消えてたらすぐ揚げちゃいます。で、水気をキュッと絞っておきます。ジェノベーゼ仕上げていきます。先ほど湯がいたバジルそのまま入れます。生の松の実 10g 入れます。で、松の実は、有塩でも無塩でもどちらでも大丈夫です。パルミジャーノのすりおろしたもの、エストラバージンオリーブオイル、こんな感じで、こんな感じでソースになってきたんで、ソースは完成です。頑張っておろしてると大体これぐらいの状態のソースペースト状になります。